組いいですか、情報番組、一期一会、皆さんご一緒にファイヤーファイヤーメラメラポーメラメラポーの時間でございます。はい、てなわけでですね、司会進行は私ブリーチワールドで最もお兄さんになってほしい男ナンバーワン、イエスナンバーワン、森田お兄さんでーす。お兄さん、拍手、あらねー、どうもこんにちは。当番組のアシスタントを務めさせていただきます、ブリーチワールドで最も弟にしちゃいたい男こと坪倉凛です。お前もさ、ほんとなんで俺がこうやってさオープニングでドーンって盛り上げるのをさ、間を一テンポわざと置いてからさぬるって入ってくる、ね、いやーねー、俺がさ一生懸命ドーン言ってんのにぬるって入ってくる、ある意味、これですね、新しい出発点でもあるわけですよ。アニバーサリーなんですね。イエス、アニバーサリー、みんなで祝おうぜセレブレーションって感じなわけですよ。はあ、そういう大事な時にぬるっと入ってくるんじゃないの。あった？いやー、どっかで誰かがこう手綱を引いてあげないとね。なんで手綱？さてさて、前回はブリーチゲーム特集っていうことでしたよね、お兄さん。そういうことでございました。はい。と、はい、なわけでございましたけども、セガさんにね、取材に行ったりいろいろあったわけなんだけども、なんかこう、中途半端な具合に、なったと思うんですよね。いや、心配ないですよ。そうですか。はい、今回も我が技術開発局の誇る優秀な特派員がスタンバイしてますので、さらにゲームの秘密に迫っちゃいます。絶対優秀じゃねえと思うよ。まあいいや、でもそれ取材行くわけね、行ったのね。そうです、はい、そうです。わかりました、じゃあそれをね聞きたいと思います。とにかくスペシャル、スペシャルだったらスペシャルなんだ、毎回がスペシャルで、スペシャルなんで、前に行く感じでスペシャルなんで、どうぞ最後までよろしく見てちょんまげ猫さん、森田くんの一期一会ファイヤー。おい、前回はですね、途中で通信が途切れてしまいましたので、仕方のかな、改めて続きをお送りします。あ、そう、それではジェニファー呼んでみましょうか。またジェニファー呼ぶの。はい、あいつダメじゃん全然。いやいや、じゃないと取材の続き見れませんから。あいつしかいないの特派員。そうなんですよ。まあしょうがねえ、じゃあいいよ呼べよ。はい、じゃあ呼んでみましょう。はい、ジェニファー、ジェニファー。お、はい、ジェニファーサイキです。はい、ハローミスターモリータ、セガセガ。はい、すいません。あ、前回はハリケーンの影響で中継が途中で途切れてしまいました。 Very sorry。 改めまして、こちらニューヨークのセガ本社からお送りいたします。なんとですね、今回は争点にかける運命の開発スタッフのボブ&スティーブに来てもらってます。はい、ボブ&スティーブ。はい、ボブだよ。こっちはボブなんだ。スティーブ、あれがスティーブ。いやー、そういうわけでですね、日本のボーイズとグールズにゲームの説明をしてもらえますか。Would you explain the content of the game to the Japanese boys and girls? Okay? セガセガ？セガセガ？セガセガ。このゲームはいわゆる対戦格闘ゲームってやつさ。だけど、そんじょそこらのと一緒にしてもらっちゃ困るぜ。なんていうかっていう通信機能を使って4人まで同時対戦ができるんだぜ。セガの人は全然…あれ？ボブ？セガ。もちろんさ、そうだ、セガが特別に開発したこの衛星通信アダプターを使えば、スタジオのミスターモリータとも生で対戦できるぜ。だそうです。おいつグレートミスターモリータ、いかがですか。それで何、対戦できんの。これ今日ちょっとやってみたいんだけど、ジェニファー、できる？あ、oh, He's a Japanese girl. He's so fantastic. Sega, Sega. おお、Sega, Sega. Mr. Morita はヘビーなゲーム野郎だって噂だな。こちらも最強のプレイヤーがお相手をさせてもらうぜ。Sega が誇る最終兵器？マスクとセガだ？マスクとセガ？わあ！セガ。セガ。あいつ腹出てんな、おい。着ぐるみじゃねえかよ。セガ、セガセガ？お、セガセガ。マスクとセガ。こいつに勝つことができたら、マスターオブセガの称号を森田お兄さんに贈呈します、言ってます。どうしますか？いや、まあなんかわかんないけど、まあそういうなんか変な、なんか下か仕方か馬だかわかんないのってできるなら勝つよ、勝つ、やるやる。やるよ。やるよ。お、始まった。始まりましたね。お、セガ言った。
おかっこいいねこれ。かっこいいですね。ちょっといいねこれ。凝ってますねまた。これはいいねこれは。おこれあれハイ&マイティからだっけ。でしたっけ。の歌だこれ。これすごいなこれ。やるねジェニファーこれね。ブリーチ DS 蒼天にかける運命。これ森田さんの声ですよね。よしじゃあ俺がこれもう俺はもういつも選ぶ。逆に様が来やがれ黒崎一夜無名を倒す男だよろしく。その手で結構これ後ろ装飾装飾だろすげえなこれ。よしよしほら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 何俺ってやっぱ挽回？俺ちゃん挽回？おっさん！いけ！へぇ、べけ！すごいね！すごいね！すごいすごい！おらおら！だったな！いい感じだろ、おい！よしよし！おなら！あれ？あっ！セガいやあれだなこれでも結構面白いこれかなりこれ燃えるわこれこれいい ねジェニファーこれいいよ。He says it was so interesting セガセガおーセガセガボブ OK よ。あ気に入ってもらえて嬉しいよみんなもぜひこのゲームを楽しんでくれよなということでした。というわけで東京は大田区のセガ本社からお送りいたしました。 See you next time せーのセガバイバイ。